決めたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは次の曲を聴いてください。もう忘れて
休みよって言われてき、あ、そうなんよって、そこで初めて休みってことを知りました。え、皆さん知ってました？お休みだってこと。私だけ知らんかった。なんで知っとん？いや、本当にね、あのテストやったんやけどね、昨日、今日、明日で3日間連続のテストやと思っとったのに、今日ないらしいんよ。勉強する意味ないな。いや、それはないか。まあ、ちゃんと勉強はしたんですけど、もう本当にびっくりした。びっくりしたってことを皆さんに伝えたかった。それだけです。まあ、皆さんちゃんとね、あの世の中のことを覚えておくべきだと思います。お休みの日ぐらいはちゃんと覚えておきましょう。私もこれからは覚えます。なんか本当に知らんかった。ただのバカみたい。ぜひね、あの気になることは調べましょう。私も調べます。はい。よくわからん会話になってくる。一人で言いよった。まあ今日はね、のんちゃんとね2人なんでね、あの次ね、のんちゃんのライブがあるんやけど、そののんちゃんのライブが終わった後に2人でね、あのライブをねするので、ぜひね最後の最後までね聞いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、それでは次の曲最後になります。聞いてください。よくできました。時が経って僕がまた年を取っても、僕は君の涙が痛い。
ありがとうございます。びっくりした。死ぬかと思った死ぬかと思った。びっくりね、びっくりね。私が一番びっくりした。心臓止まるかと思った。やばい。いつも以上にね、心臓ドキドキしてますわ。よくないよ。まあまあまあ、ハプニングはね、まあ、あることなんでね、つきものなんで、多めに見てくれたらと思います。よろしく。ごめんね、なんかね、初めてね、見てくれた方もいるのにね、なんかすごいね、不思議な感じで終わっちゃった。まあまあ、でもね、名前をね、私のお名前をね、覚えてくれたら嬉しいな、嬉しいな。中学3年生15歳のリオナと申します。あの、リメリーっていうね、ダンスボーカルグループの、ね、サポートメンバーとしてもね、活動しているんで、ぜひぜひお名前を覚えてくれたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、あ、まだドキドキしてるわ。はい、次はね、森のぞみちゃんのね、ライブがあって、その次にね、2人のね、コラボライブがあるんで、ぜひぜひ、最後の最後までね、楽しんでくれたらと思います。よろしくお願いいたします。以上で、クヨノのライブを終わります。ありがとうございました。